大仙寺は、鳥取県最白軍大仙町宝棄大仙中腹にある天台州別格本山の寺。中国三十三観音第二十九番。三号は、隅岩尾山。本尊は、地蔵菩薩。大仙寺は、奈良時代に成立した山岳信仰の霊状であり、養老2年に、年方によって開かれたとされる。 大仙寺演技によると、年方はある、日大山で鹿を弓でいたが、その対象が鹿ではなく地蔵村だったと知った。年方は摂生は罪深いことだったと悟り、出家して、金蓮を名乗り、草案を結び地蔵菩薩を祀った。この草案が大仙寺の起源とされる。なお、この起源の説話が影響しているのか、現在でも大仙には、石造りの地蔵が多数見られる。 平安時代に入って、天台衆が統括するようになり、西日本における天台衆の一大拠点となった。寺の住職であるザスは、比江山から派遣され、ここでの任期を務めた後、比江山に戻って昇格するという、僧侶のキャリア形成の場となった。古くから信仰の道である大山道が、岡山県岡山市から南北に整備され、途中出雲街道とも交差することもあって、 信仰だけでなく、商業交通の面でも発展した。中世には、天古毛利氏などの戦国武将からも推計され、盛んに寄進や造営がなされた。江戸時代に入ると一時、中村はじめ中によって、寺領の一部が没収されたが、慶長15年、西楽院の創造豪演が幕府に働きかけたことにより、大戦寺領三千国が安堵された。 明治8年廃物希釈により、大仙寺の号が廃された。大日堂に本尊を移し、本殿を大神山の神社に引き渡した。これにより、大仙寺は、急激に衰退した。明治36年に大仙寺の号が復活した。昭和3年には4度の火災に見舞われた。海祖である、長谷川都方の公営が、玉造温泉で、 松江藩から湯之助と呼ばれる温泉を管理する役職も設けられていた長谷川家で俳優の長谷川広美もそれにあたる。阿弥陀堂法家に資本着色大山寺演技があったが昭和3年に消失している。なお終点の大仙寺バス停は大仙情報館1階にある。ABCD、あの噂って本当 大戦の、なるほどを発掘平成29年10月27日文部科学省、国時代175平成29年10月27日文部科学省、国時代175平成28年10月3日、文部科学省国時代1 4十号。ありがとうございます。